気候変動適応センターの方と申しますよろしくお願いいたします次のページお願いいたします まず、あの、簡単にですね、あの、当センターについてご紹介させていただければというふうに思います。で、当センターですね、あの、2018年気候変動適用法が施行されたのと合わせて、設立されたセンターというふうになってございます。で、まあ、我々の大きなミッションといたしましては、いかにして日本、あるいは世界で気候変動適用の取り組みを進めるか、まあ、こういったところを目的に活動を進めているところでございます。で、まあ、もちろん、あの、平士研究機関ですので、まあ、気候変動影響 影響、提供に関する研究を行っている一方で、あとはですね、まあ、いかにして提供を進めていくかといったところで、地方公共団体の皆様、あるいは企業の方、あるいは国民の皆様に、気候変動、影響に関する情報というものを発信させていただいてございます。で、本日はですねあの物理的リスクといったところがテーマになってございますので、まあ、これに関するデータとして、どういうものを提供させていただいているかといったところを簡単にご紹介させていただければというふうに思います。 次のページをお願いいたしますでこちらがですねあの A プラットの1つあの重要なあの情報というところで、まあ、なかなか皆さん将来ですねどういうふうな影響が、まあ、それぞれの地域に起こるのか、まあ、こういったところの情報をなかなかアクセスする機会がないかなというふうに思いますけども、まあ、国関係の方におきましては最新の科学的な知見に基づきまして、まあ、そういった情報を集めて、まあ、WebGIS の形で、まあ、どういった影響が生じるかというと と,ううところを見ることができるようなツールというものを公開してございますで、具体的にはあのこの資料の URL に訪れていただきますとこういったマップ閲覧できますのでぜひご,ご活用いただければというふうに思います次のページをお願いいたします でまあ、今はですね、あくまでもマップという形ではありましたけれども、まあ、今後、ですね、物理的リスクを自分で評価したいというふうな方もおられるかなといったところで、まあ、そういった方のためにですね、あの最新の気候シナリオデータと、まあ、CMIP6 ベースになりますけれども、まあ、こういったものも公開させていただいてございますし、あとはですね、えー、将来の社会経済データというところで、まあ、人口がそれぞれの地域においてどうなるか、まあ、こういったところのデータもすでに公開させていただいてございます。 次のページをお願いいたしますで、まあ、先ほど気候シナリオといったところで1つ、えー、CMIP6 ベースというものをご紹介させていただきましたけれども、それ以外にもです、ね、比較的あのデータの容量をです、ね、あの自作した形でまあこういったラインナップのデータも公開してございますので、ぜひです、ねまあ、こういったものもご,か、えー、ご活用いただければというふうに思います次のページをお願いいたします。 でこちらあの、先ほど環境省からもご紹介ございましたように、まれわれ、日本のみならず、アジア太平洋をフォーカスしたようなプラットフォーム、まあ、通称 AP プラットというふうに呼びますけれども、まあ、こういったものも公開してございまして、まあ、この中でもです、ね、同様に、まあ、それぞれの国において、えー、気候、降水がどうなるかというところと合わせてです、ね、影響がどうなるのか、まあ、こういったところの情報も提供させていただいてございますので、ぜひです、ね、ご活用いただきまして、もし何かありましたらあの、いろいろフィードバックいただければというふうに思います。以上でございます。